イタリアの警察について解説する。イタリアにおける法執行機関、警察機構は所属の異なる複数の機関が場合によっては重複する分野を管轄するなど複雑である。歴史的経緯もあり国家レベルの警察組織のみでも空火に入り国家警察、財務警察、監獄警察の4つが設置されている。その他に 地方自治体の警察組織として、県レベルの地方警察、コムーネレベルの自治体警察がある。歴史的にはカラビニエリが1814年創設と、最も古く、規模も大きい。以下で説明するように、任務や管轄などが重複する複数の組織が、併存し、複雑な構成となっているが、制服や、 車両の配色はそれぞれ違うため、所属部署は一目で確認できる。カラビニエリ・カラビニエリは国家憲兵であり、国防省に所属している。辞任は約11万人。前身はサルデーニャ王国の隆起兵部隊であり、1814年まで遡ることができる。イタリア軍の第4の軍であり、警察業務のほか、憲兵業務も行う。 軍事組織の一面を持ち、第一次世界大戦、第二次世界大戦にも投入された。国家憲兵としての性格を活かし、コソボやアフガニスタン、イラクにおける平和維持活動にも投入されている。組織管理面及び軍事任務では国防省の指揮を受けるが、警察任務など、その他の業務については担当省庁の指揮を受ける。 内務省の指揮を受け、主に重大事件などの警察業務を扱うほか、環境保護においては、環境省の在外交換保護においては、外務省の指揮を受ける。また、議場用の騎兵部隊、コラッツエリーもガラビニエリの部隊である。対テロ用特殊部隊として、特殊介入部隊を有する。制服及び車両は黒を基調としたもの。 緊急通報用電話番号は112。2017年から森林警察を霊下に置いている。森林警備隊員森林警備隊のスバルフォレスター。森林警備隊はかつて農業食料森林省に所属していた文民の警察組織である。前身は1822年まで遡ることができる。2016年12月31日に解体され。 隊員はすべて軍に転籍して、カラビニエリレイカの森林、環境、農業保護隊として吸収された。国立公園を中心とする環境、野生生物保護、山火事消火や救難などの防災任務を行う。火災事件に対する捜査部門も有する。山火事に対する対策を重視しており、消火用航空機22機を保有する。 緊急通報用電話番号は1515 15。国家警察、ランボルギーニガヤルドのパトカー国家警察は内務省所属の文民組織。辞任は約10万人。1852年にサルデーニャ王国に設立された治安維持部隊が前身である。設立時は軍事組織でもあったため、その後第二次世界大戦にも投入されている。 組織変遷を繰り返しているが、現在の文民組織となったのは、1981年のことである。主要業務として、軽犯罪のほか交通事案、通信、インターネット犯罪事案、鉄道内における治安維持、山岳地帯における救難事案などを取り扱う。また、沿岸水域、国境近辺の警備も行う。特殊部隊として、 治安作戦中央部隊を有し、機動隊や音楽隊のほか公園警備用の騎馬警官隊もある。スポーツ振興のために、フィアンメオロと呼ばれる体育部局を1954年に開設し、国内9カ所のナショナルセンターを拠点に、これまでにオリンピックにおいて50個以上のメダルを獲得した。制服及び車両は紺及び青を基調としたもの。 緊急通報用電話番号は113。財務警察財務警察は、経済財務省の所属であり、脱税、密輸から麻薬取引などを中心に捜査している。辞任は約6万8000名。1774年10月5日に、サルデーニャ王国で設立された国境警備部隊が前身となっている。経済犯罪、脱税事案。 知的財産権事案、組織犯罪、税関入務、国境警備、不法移民事案を行う。国境警備隊、沿岸警備隊としての側面もあり、準軍事組織となっている。そのため、第一次世界大戦及び第二次世界大戦の軍事活動にも参加している。約80機の航空機と300隻以上の船舶を有する。 緊急通報用電話番号は117。韓国警察韓国警察は、司法省所属の文民組織である。辞任は約4万5000名。日本の刑務官に相当し、刑務所の警備、管理、運営及び受刑者の移送を行う。組織の再編により1990年に設立された。地方警察のパトカー自治体警察地方警察は、 違法な狩猟や釣りなどの取り締まりを主な任務としており、自治体警察は軽犯罪や反社会的な傾向の事案を取り扱っている。また、イタリア沿岸警備隊がイタリア海軍の参加にあり、海上交通整理、捜索救難、漁業監視、不法移民に対する海上監視などを行っている。以前からパトカーの一定台数を外国メーカーに割り当てる方針があったが、 2006年からは完全な競争入札制が導入されたため、プレミアムラインに比重多くアルファロメオやフィアットなどの自国メーカーが減り、日本車が多く導入されている。採用されるのは SUV や安価なステーションワゴンなど、イタリアのメーカーにはなかった車種が多い。ありがとうございます。